戸塚分文会塚分カ文会明治34年9月9日は日本海軍の軍人、医師、茶人。最終階級は海軍軍医総監、海軍軍医制度創設に貢献した。備中国浅口郡玉島村出身。中桐光栄門の息子として生まれ、幕府奥医師、戸塚政界の養子となる。敵塾、シーボルトに学び、将軍人となる。明治維新後。 静岡病院頭となる。明治5年、海軍省後藤出資となり、軍医療学社長、海軍省医務局長兼本病院長、本病院長などを歴任し、明治9年12月、海軍軍医総監に進級した。明治10年1月から同16年10月まで、医務局長に在任。明治15年8月から同20年1月まで、有志協立東京病院長を務めた。 明治28年12月、交尾役となり、明治33年12月1日に退役した。茶人としても知られ、死因と合した。1898年、松浦線、新月案が在京の家族、地名主党と設立した、林番茶事グループ、和慶会の会員となる。会員は、青地育次郎、石黒忠則、伊藤俊吉、伊藤助マロ、岩見明作り。 岡崎おもんみそ、金沢三重門、安ずまたねき、東久瀬道富、久松勝成、松浦久志、三田歩光、三井隆弘、安田善次郎の以上16人、高橋義男が入会で、世に16羅漢と呼ばれた。ありがとうございます。